ドリームチェイサーです。今回はこちらポケモンカードゲームスカーレットバイオレットの強化拡張パック、ポケモンカード151、こちら、ゲットできたので開封していきたいと思います。今回、2箇所で当選することができて、こちら、ポケモンカード151カードファイルセットモンスターボールと、こちらのボックス、アンボックス、ゲットすることができました。はい、すごく珍しいので、早速もう、 開封しちゃいたいなと思います。まずはこちらカードファイルセットの方から開封していきましょう。こちらのセット内容は、プロモカード、不思議だね人影、銭メ各1枚と、カードファイル1個、強化拡張パック、ポケモンカード1515 15パック、そしてカタログポスター一部となってます。はい。 最大80枚をたっぷり収納できるファイル。私、あの、ちょっと特別なの当たった時はこんな感じのに収納してるんですけれども、今日は誰が出るかな誰かな超嬉しいはい。これはイオンで当たりました。これいいかなえ、止まってるのいっ自分のだし。ビリビリ。 こんな感じで入ってます。じゃじゃん。あれこれなんか蓋がしてある。明日にこちらあー。いいね。ポスターえー。この今回のラインナップが載ってるのかなえ。全部見れるの？すごくない。やったー！これハロー！この中からいくつ出てくるかって感じですね。 トレアとかは乗ってないのかなプラは真っ白になってて、はい。こんな感じのカードがあるよってあります。えー、ミュウーとミュウ欲しいなエッ EX でミュウがいる。へえ、え、楽しみ。はい、こんな感じのポスターですね。結構でか はいそしてこちらを開けてみるとファイルの下にカードが5パック入ってるんですねおおファイルもいいな開けちゃおうやったーやったオムバンドついててねすごくいい感じですこのモンスターボール柄が個人的にはツボだったのですごい嬉しいはいそして 5パックね。ちゃんと入ってました。それじゃあまずはプロモカードの方から見ていきましょう。キラッキラーゼニガメはい、プロモカードうまくついてますね。SV のプロモカード。人影はこんな感じ。私、不思議だね。はこうなってます。え、みんないいね。かわいいしかっこいいし、おお、いいねー。素敵。 はいじゃあ、プロモカードパッと見えるように、この中に収納しちゃいました。では、こちらの5パックから開封していきます。パッケージがミューなのか、これいいね。はい、カード切らないように注意して開封します。1個目。ビリリ玉、いいね、コモンカード。たまたまコモンカード。1すぶてコモンカード。スピア、レアカード。そして、ドードリオのレアカードと、お,お ナ,ナミの手助けっていうの出ました。アンコモンですね。と、パルシェン。アンコモンカードになります。はい。お、女の子。今回も来るのか。いいな楽しみはい。二個目いきます。人影。コモンカード。ヤロもコモンカード。コクーン。コモンカード。ベトベタ。コモンカード。あ、シャワーズだ。かわいい。レアカード。 おおこれは、ちょっともう、ツボだな。すごい。ブイズ揃えばいいな。食べ残しゃって、アンコモン。ああ、なるほど。自分の番の割に、このカードをつけているポケモンが、バトル場にいるなら、そのポケモンの HP を20回復する。ちょこっとね、回復するんだ。なるほど。と、ウツボっとアンコモンカード。ちょっとね、いろいろこう、使えそうなのを分けておこう。上から切っても大丈夫だけど。 今回、必ず2枚キラーカードだって。これ嬉しいね。あの、あれの時と同じか。V3 ユニバースとかの時と同じか。いいね、いいね。コモンカードのガーディー、コイキング、ニャースかわいいこれそしてサイドンのアンコモンカード、ライチュウのレアカード、ゴーリキリだーアンコモンカード、そしてユンゲラのアンコモンカード。なんか、懐かしくていい いいねやっぱね初めのね感じがしていいよね堂々だはいコモンカードわだつぼみコモンカードブーバーコモンカードおコダックのアートレアえー、何これ考えすぎると水鉄砲だってにゃん次の相手の番相手が投げるコインは全て裏として扱うだってあこれはちょっと使えそうじゃないコダックアトレアやったね そして、ガラガラレアカード、ゴルバットアンコモンカード、ラプラスアンコモンカード。お、いいんじゃないバッグの中でアートレア出てきてくれたの嬉しいなはい、ゴースです。ゴースコモンカード。ケタピーコモンカード。古びた甲羅の化石。私これ初だわ。このカードは HP60 の無色タイプの種ポケモンとして場に出せる。 このカードは特殊状態にならず逃げられない。自分の番の中でなら場に出ているこのカードをトラッシュできる。だって、甲羅の鎧。うんうんうん。このカードね。で、こちらはコンパン、今ンこのカード。サンダーの EX 来たダブルレアです。おー、いいね。トピージョーとアンコモンカードとガチガチバンドだって、アンコモンカード。 ポケモンの道具ねこれはこのカードをつけている一進化ポケモンが相手のポケモンから受ける技のダメージはマイナス30されるおおいいねおおんかいろいろいろ出てきたそっかコモンカードのなんかグッズとかもあるからねそこら辺があれだ分け方がということで今回の5パックの中でレアンなのはこれでしょうかいいんじゃないいいんじゃない 結構良さげ、そしてこの中は何パック入ってるの。はい、こちらは一パック七枚入り、一ボックス二十パック入り。まあまあまあ、まあ。じゃ、あ二十回ね、チャンスがあるんだ。よし、開けていこう。はあ、ドキドキする。ドキドキする。 右側から開けていこうか。や今回ラッキーだったなー。じゃあ行きます。どんどん行きます。20パックあるからね。続々行こう。さあ、1パック目。一番上に乗ってたのは誰だおたつー。コモンカード。ヤドンコモンカード。コクーンコモンカード。バリアードだなーこれは嬉しいよ。レアカード。 バリアードね。もうバリアードレアだから嬉しい。オマスターレアカードをキラキラしてていいね。はい、ガチガチバンド出た。と、不思議そうのアンコモンカードです。ええー、いいね。可愛いね。かわいい。はい、二パック目。いきます。おポニータなんか着々とキャラ揃ってって嬉しい。クラブコモンカード。 こういるコモンカード。なんかこれリアルだね。あ、ライチュ中です。ライ中レアカード。お、カメックス EX 来た。おー、これは嬉しい。ダブルレア。さっきのサンダスとかと同じね。はい、パールシェン、アンコモンカードのしアンコモンカード。なんかしもいいね。たまたま来てたもんね。この組み合わせで使える系が揃ってくると非常にありがたいよね。はい、続いて。ポリゴン、これは、 これはなかなかもうテンション上がりよ、プリゴンだ。パワーコモンカード。にょーうぞ、コモンカード。なんか久々って感じ。レアカードのメタモンです。これもね、好きだよ。メタモン。そしてラフレシア、レアカード。ニドリーナです、アンコモンカード。エリカの正体、あー女の子こんな可愛い子いるのアンコモンカード。え、女の子のキラキラ来たらちょっとテンション上がるけど来るかな 普通にね、使えるカードとして、あの、ね、バンバン使えるように、この、ノーマルタイプというか、キラキラじゃないバージョンで来てくれたのもありがたいんですけど、キラキラみたいなー来るかなーピッピです、コモンカード。ビリリ玉、コモンカード。謎の草、コモンカード。あ、エリカの正体でこういうバージョンで来ました。アンコモンカードで。ね、うん、そうじゃなくて、もう一段階のキラキラね、はい。メタモンがまた来ました。 ゴーリキーやん、コモンカードです。そして、白竜やん、コモンカード、いいね。はい、続きまーす。いって。誰が来るかなおワンリキーだ。おかっこいいね、ワンリキー。ベトベタコモンカード。エレブ、コモンカード。キャタピーのアートリア。うわー、これ、かわいい。こっち側にもいるのね。あー、いいね、いいね。あ、ここにもいる。ちょっと、なんか、何匹いるの隠れんぼしてるみたいで、かわいい。 葉っぱを食べるです。はい、キャタピー、キラキラ、アートレア、ゲット。と、ギャラドス、これはレアになります。レアカードね、ギャラドス。これかっこいいね。波がすごい。中本アンコモンカード、エビハラーだエビハラー久々に見た気がする、エビハラー。いいね。アンコモンカード。やばい、これ。楽しい。 おぉ目のクラゲ <laughs> 久々な気がするよはい、コモンカード。マンキーコモンカード。たまたまコモンカード。トランセルだよしよし、キャタピー来て、トランセル来て、いいねはい、コモンカード。そして、プテラプテラもいるのねレアカード。いいね古びた秘密の琥珀から進化するそうです。出るかなはい、レアコイル、アンコモンカード。これもね、立体的。あ、アズマ王だー。 この二つはアンコモンカードになります。おー、いいね、いいね。ほんとにいろいろ揃ってきてるね。やった。レアカードはこっち私ったし。はい。いや、今回マジでいいな。はい、続いては。あ出た、出た、出たこれでプテラ進化できるはい、琥珀の守りね。 うーんこのカードは HP60 の無色タイプの種ポケモンとして場に出せるあだからねだからねこのカードは特殊状態にならず逃げられない自分の番でなら場に出ているこのカードをトラッシュできるはいはいここからプテラさっきのこれになるのねおおんか嬉しいよ嬉しいこれ出ないとねって感じだったからこれコモンカードのグッズになりますあプリ プリン来ました。プリンコモンカード、トランセルコモンカード、古びた貝の化石だって、あ、オムナイトに進化するやつか。えー、これもさっきと同じ感じ。あ、えー、ミュウが来たえー、かわいいダブルレアなんですけれども、このミュウ、EX めちゃくちゃかわいいです。キラキラ。えー、嬉しいやったね。やったね。EX 結構来てくれてる。嬉しいよ。 カブトアンコモンカードユンゲラアンコモンカードはいあとはあの SR とか SAR とかみたいかなかなこい一粒手一粒手だーパランスコモンカードピカチュウコモンカード不思議だねコモンカードスピアーレアーカードキングラーアンコモンカードサンドパンダーアンコモンカード 本当にいろんな種類来てくれてるよ。結構、今回だけで揃っちゃうんじゃないカード。もう、特別レア系のやつしか集まんないとか、そういう感じになりそう。あ、古びた貝の化石2回目。カラカラだ。なんかいいね。ニドランの、これは、オスです。緑のアンコモンカード。スターミーだ。ちょっと、いいね。謎の彗星ね。うん。 毒クラゲです。さっきね、目のクラゲいたけどね、ドククラゲです。アンコモンカード。で、エネルギーシールっていうのが出ました。コインを1回投げ、表なら自分のトラッシュから基本エネルギーを1枚選び、ベンチポケモンにつけることができるそうです。アンコモンカード。これいいね。あ、右側ラストだ。じゃあ、10パック目開けたってことどうコモンカード、コイキングコモンカード、ピジョンコモンカード。 古びた秘密の琥珀のちょっとキラキラしたやつ、コモンカード。ブースターです。ブースターは嬉しいなぁ、レアカード。そしてカイロス、アンコモンカード。カビゴンだアンコモンカード。はい、左側行きまーす。いいね、いいね。いろんな種類を見れるって意味ではナイスじゃないビリリ玉、コモンカード。たまたまコモンカード。さっき見たよ、これ。はい、石すべて、コモンカード。あ え丸まんま同じのじゃねああ、後ろによかった。フリーザーいた。レアカード。ピクシー、アンコモンカード。リザード、アンコモンカード。あ、ここの3枚は違うね。上が全部丸かぶりで。うわあ、びっくりした。右と左同じの出たりしたら結構ショックだからね。まあ、フリーザー入ってたし、リザード入ってるし、ピクシー入ってるし、なかなか良き。はい、続いて。 ロコンだーベロリンがいいねピカチュウのコモンカードバリアードのレアこれはさっきも出たねウィンディー出ましたピジョットこちらアンコモンカードでしたいやそろそろ S つくやつ欲しいえっ1個もないはちょっと渋いスリープコモンカードヒトデマンコモンカードガーディーコモンカード誰だキラキラこれは 一応 SRSR だよ来た来たけどサンダーかサンダーだけどまあうんいいなんかね思ってたんと違うイラストでちょっとびっくりしたけどまあ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 いいっしょはいいわくアンコモンカードストライクだアンコモンカードこうんかいい感じで別なの,のが来そうな感じじゃないこれは素敵よしいくよ アーボー、コモンカード。トッサキンいいねー。イーヴェコモンカード。サカキのカリスマ、おお、サカキもいるのか。サカキも欲しいよ。アンコモンカードだけど。はい。ニドキング、レア。と、沢村、アンコモンカード。ヤドラン、アンコモンカード。うーわー、ここら辺の SR 来たら、かなり、かなりテンション上がるんですけど。残り少かなーお願い来て。 いい感じで。古びたコーラの化石。ポッポー、コモンカード。やらんま、コモンカード。臭い花、アンコモンカード。次は誰サンダー EX のダブルレアはこんな感じなのね。なるほど。臭い花もいいな、これ。いいね。アンコモンカードのキラキラ。はい、ダブルレアー。で、スノーチュームだこれ初ですね。相手の手札を見て、その中からポケモン1枚選び、相手の山札の下に戻す。 うん、うん。うつぼった、アンコモンカード。結構さっきのはじゃあ、あの、使えるやつじゃない出てきたらめんどくさ、みたいなやつだよね。相手からしたら。はい。続いて。ビードル、コモンカード。人影、コモンカード。うつどん、コモンカード。ラフレシア、レアカード。これかわいいな。癒される感じのイラスト。そして、ショパイヤーのレアカード。 ギャロップのアンコモンカード、かっこいいの続いたね。そして二度インですのアンコモンカード。残り三つ四つ四ついやー、いいのこいゼニガメいいねこのゼニガメめっちゃかわいい。なんか癒しが多いな鬼スズメコモンカード。不思議だねコモンカード。ペルシアン来てなかったね、まだ。アンコモンカード。 そして、ガルーラの EX ダブルレア。サカキのカリスマのノーマル。はい、パラセクトのアンコモンカード。ノーノーだねえ。キラキラのサカキとか見たいけど、エリカの正体も見たいけど、コースです。コモンカード。カモネギ、コモンカード。コダック、コモンカード。あ、カビゴンのアートレア。これはいいかも。これかわいいね。やばい。 そして、マタドガスのレアカード、食べ残し、ゴルバット。あん、コモンカード。ーラスに。どうよ、どうよ。マダツボミです。あれ、マダツボミ初いや、まだいそうな気がするね。ブーバー、コモンカード。クラブ、コモンカード。あ、カイリュウこのカイリュウ、かわいいレアカード。 あ、これでね、揃ったね。ミニ竜、白竜、海竜、揃ったね。怒りざるアンコモンカード、ラプラスアンコモンカード。うわ、ラストだよ。ラスイチー。ミュッツ来い。<laughs> 最終的にそこ書いて感じなんですけど、欲しいよはい、シュルダーです。モンジャラー。ポラッター。ピージャー カブトブズラーまあ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 。そして、七みの手助けとスリーパーもう、ここのね、アンコモンカードたちが SR だったらかなり、あの、テンション上がったんですけれども、今回は残念。あ、でも2枚ずつ出たんだね。うん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 。まあ、もう1個当たりがあるので、えっ、ー、と、引き返ってきたらまたやっていきましょう。 今回唯一の SR はサンダー EX だったんですけど、まあまあアートレアでキャタピーとコダックとカビがね、ゲットできたんで嬉しいかな。しかもミュウもいたし、そうだよミュウいたじゃん。ダブルレアだけど結構ね、いい感じでキャラを揃えるという意味ではとっても楽しかったので良かったです。はい、というわけで今回は ポケモンカード151開封してみました。いかがだったでしょうかちょっと競争率高めですけど、今回受注生産でゲットすることができるものなので、ぜひぜひね、欲しい人は予約して買ってみてください。当選した人、この,の出たよーっていうのを、今回の動画で見れなかったものとかも教えていただけるとありがたいです。はい。じゃあまたゲットしたら紹介していきたいと思います。 以上、ドリームチェイサーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てねバイバーイ